どうも、岡はじめです。本日は映画、ジャンクヘッドの感想動画になります。まずはあらすじと概要からご説明します。遥か昔、人類は生態系が崩壊し、汚染された地上を捨て去り、生活圏を地下に求めました。そして、不足する労働力を補うため、人工生命マリガンを創造します。ところが、自我に目覚めたマリガンが人類に反乱、地下を乗っ取ってしまうのです。地上には人類、地下にはマリガンが住み着き、それから1600年後、遺伝子操作により永遠と言える命を得た人類はその代償として生殖能力を失いました。そんな人類に新種のウイルスが襲いかかり、人口の 30% が減少。絶滅の危機に瀕した人類は偶然偵察カメラで撮影されたマリガンに生殖能力の可能性を発見し、地下世界の調査を開始しました。そんな中、一般応募された地下調査員に生徒が激減したダンス講師の主人公、パートンが名乗りを上げます。上映時間は99分。ストップモーションアニメです。はい、まずはですね、ストップモーションアニメとは何ぞやというところからお話しします。これは静止している人形を一コマずつ動かして撮影し、連続で投影することであたかもその物体が動いているかのように見せる映画の撮影技法です。本作以外のストップモーションアニメ作品としては、クボ、2本の弦の秘密、ティム・バートンのコープスプライド、あとはまさに今年話題となったプイプイモルカーなどがあります。ただ、過去に制作されたストップモーションアニメ作品と今回のジャンクヘッドの一番の違いはですね、この途方もない作業の繰り返しで制作される映画作りを監督の堀隆秀さん、ほぼ一人で作り上げているという点です。なおかつ映画作り自体独学で制作されています。監督以外にも原案、脚本、絵コンテ、編集、照明、演出、音響効果、人形原型、デザイン、衣装、音楽、声優なども同時に務めているという、しかも制作期間が7年という狂気の作品でございます。もともと2009年から堀さん一人で制作を開始した短編ジャンクヘッド1、これが2013年に完成され上映されたんですけど、この短編がめちゃめちゃ評価高かったらしいんですよね。そして出資を受け追加ストーリーを制作できるようになったと。その後2017年完成、ファンタジア国際映画祭で最優秀長編アニメーション賞を受賞し、シェイプオブウォーターのギレルモ・デルトロからも絶賛された本作、満を持して日本上陸といった流れでございます。それでは感想に移っていきます。最初はネタバレなしで話していきます。途中がっつりネタバレするところは一度警告を出してからお話ししますのでお気をつけください。まずこの作品、設定と脚本がめちゃくちゃ面白いです。決して映像表現だけがすごいというわけではありません。一見難しい内容のように見えるんですけど、筋書き自体は非常にシンプルです。特に個性が強いわけでもない普通の人間が人類を救うために地下の世界で奮闘する冒険活劇といったところです。しかしその裏にあるテーマ性、そして世界観の構築具合みたいなものは、どこか現代社会への皮肉的なメッセージ性となっているところがあり、監督の徹底した作り込みでできています。今回鑑賞予定の方は絶対にパンフレットを買った方がいいです。監督は本作を三部作構想の2本目として考えているらしいですが、僕はパンフレットを見る限りスピンオフなどもっと派生作品を作れると思います。映画では語られていない世界観の設定なども書かれているので、ぜひ手に取っていただきたいです。また筋書きはシンプルと言いましたが、巻き起こる展開は日常描写、恐怖描写、グロ描写、痛快なブラックユーモアというのが常に行ったり来たりするという、まあ飽きさせない内容となっています。ストーリー性としては少し任天堂のゲームソフトピクミンのストーリー性を連想させてくれます。世界観に関して監督が参考にしているのは、不思議惑星、金座座やエイリアン、ヘルレイザーを挙げています。恐怖描写、恐怖の忍び寄り方みたいなものはまさにエイリアンを彷彿とさせてくれます。あとは血の表現。これがまたなんとも怖い。あの滴り落ちる生々しい血が、まあおそらくここはヘルレイザーを参考にしたんでしょう。そして、まあ堀監督はこのカオスなディストピアを類まれなカメラワークセンスで見せてくれます。とにかくこの作品、カメラワークが素晴らしいです。監督は本作を撮るにあたり、手間がかかる撮影を極力省いています。例えばキャラクターが歩く動作、できる限り手を抜いた撮影方法を目指し、普通に撮らないようにすると。歩いている足元はできるだけ映さないようにしているんですよ。その結果どうなったか、結果として上半身のアップなどが増えたことにより、一つ一つのカットがすごく映画映えした映像表現になっています。続いてキャラクターについてお話しします。
この映画は個性豊かで魅力的なキャラクターが数多く登場します。見た目で言うとそんなに可愛らしいキャラクターっていないんですけど、多分見終わった後はどのキャラクターのことも好きになっていると思います。ちょっとスターウォーズに出てくるモブキャラに近い可愛げというか、それと喋り方は皆特徴的で、彼らが喋る言語は映画オリジナルの言語です。声優のほとんどを監督が務めているんですけど、この喋り方と字幕で流れる文章とのギャップがめちゃめちゃ面白いんですよ。こんな可愛らしい感じの子がこんな下品な言葉使ってんのっていうところだったり、しかもそのキャラクターの種類もすごく多様性に富んでいます。地下に住んでいるマリガンの場合、住んでる場所によって見た目が変わったりするんですけど、その多様性というのが地下の世界が一括りにできない複雑な社会でできていることを表しています。最後にですね、この作品エンディングクレジットもぜひ注目して見ていただきたいです。そこで流れる曲もすごく中毒性のある曲なんですけど、何よりクレジット表記される名前の部分はどうなっているのか、ここはねちょっと注目してほしいんですよ。はい、そんなところです。まだ鑑賞されていない方はぜひ劇場に足を運んでチェックしてみてください。ここから先ネタバレありの感想に移りますのでお気をつけください。まずは映像表現についてお話しします。映画冒頭、巨大な施設を斜め下から舐めるようにして映し出すカットからのスタート。いきなり迫力ある映像から始まりましたけど、何より驚いたのが、その後その施設の壁から足場が出てきます。その足場が出る瞬間、砂ぼこりが少し舞うんですよ。そんなところまで再現しているのかという、この映画ただものではないということが開始1分でわかることができました。そして今回通路内のシーンがすごく多かったと思うんですけど、変わらない風景をいかにして面白い映像表現に見せるかという工夫が本当によくできていました。例えば天井にある電線の間から覗くように映すカメラワークだったり、通路内をカメラが早送り的に移動する演出だったり、あと一番印象的だったのがパートンが迷子になるシーン。固定したカメラの中で移動するサンバカトリオとパートンのベタベタなんだけど笑えるコミカルな映像表現でございました。まあここは足元が映る描写なので撮影は結構大変だったらしいんですけどね。このシーンを見ててもそうなんですけど、もともと監督は内装業が本業ということもあって、まあそれが影響してかはわかんないですが、こういう計算され尽くした演出が実にうまかったです。伏線と回収という部分もお見事でしたよね。前半でモヤモヤとしたトロちゃんのビジュアル、人類を救える可能性があると思っていたものが、いや尻尾かいという、なんとも、まあ、くだらないオチでした。これ覚えていない人もいるかもしれないので説明させていただくと、映画冒頭でパートンがミラーフェイスという地上の作業員にトロちゃんの画像を見せられるシーンがあるんですよ。だから最初からパートンはトロちゃんを探しに地下に行ってるんですよね。そして中盤で出会い、あの驚愕の顔からの最後のオチと、緊張と緩和です。導入、遭遇、結末という3段階に分けた伏線と回収の流れでしたけど、この3段階に分けた伏線と回収というのは、8番館の巨大マリガンが異常を起こし爆発するまでの流れ、そしてラスボスが現れ対決するまでの流れも同じです。全部3段階で見せています。物語自体も冒険に出発、マリガンとの出会い、敵を倒すという3幕構成。今回監督は脚本らしいものがなかったっておっしゃってましたけど、最初から最後までずっと一本筋が通っているんですよ。それは物語もそうですし、キャラクターの個性もそうです。本作の主人公となる人間パートンは劇中様々な顔を見せてくれましたが、純粋さを持って突き進む姿というのは一貫して変わりませんでした。外側は変わるけど中身はずっと変わらないというのは、どこか本職は内装業の堀監督自身を投影した姿のように僕は見えます。そもそもですね、このウイルスによって危機が迫った人類、近未来的な AI に管理された世界、分断化された社会っていう設定はものすごく現代の社会問題のメタファーとなっているわけです。その中で特に描き方が秀逸だなと思ったのが、分断化された社会の描き方です。二つの世界、マリガンと人間の分断は現実にある社会の分断を連想させますが、本作ではそういった横の分断も描きながら、社会的ヒエラルキーによる縦の分断も同時に描いています。地下世界を見て気づいたのが、マリガンは住んでいる階層によって見た目も変わりますが、身分も違うということです。しかも下に行くほど貧しい。この辺の作り込みはパラサイト半地下の家族を彷彿とさせます。
先ほどもお伝えした通り、地下社会には多様な種類のマリガンが住んでいます。最終的にはそれらが一丸となって人間であるパートに協力していましたが、危機迫った時だからこそ手を取り合わなければいけないというメッセージ性、必要なのは無常の愛ということですよ。そして複雑な社会の中でブレず、己を信じて突き進むパートンの姿というのは、現代社会を生きる我々の歩むべき道を示しているような気がしました。しかし、今回主人公のパートン、正直言って特に個性みたいなものがない普通の人間だったじゃないですか。なんでこのような個性のないキャラクター性にしたのか。それは、誰にでもパートンのような人間になれるよということを監督は伝えたかったんじゃないかなと、勝手ながら推測しています。深い深いテーマを扱っている作品でございました。その他気になる点があるとするならば、生命の木の正体。今回全貌はまだ明かされませんでした。ジャンクヘッドは三部作構想のうちの時系列で言うと2本目の作品となっています。いわゆるエピソード2からこの映画って始まってるんですよ。まあおそらく次回作が本作の前日譚にあたる作品になると思うんですけど、そこでこの生命の木の正体が明かされるんじゃないかなと思います。というのもですね、パンフレットに載っている年表によると、この生命の木が誕生したのが2343年なんですよ。そして次回作にあたる前日譚の作品も、実は舞台が2343年なんですよね。なので可能性としては大いにあると思います。またスクリーンオンラインのインタビュー記事によると、監督はサンバカ兄弟を主役に添えた作品を作るにあたり、デルトロ監督から出資があったことを公言しています。本作で大活躍したあの3人がカムバックするかもしれないという情報です。もうすでに次回作が待ち遠しい思いでいっぱいですけど、まあまた最低でも4年ほどはかかるんでしょうけどね。もうそればっかりは仕方ないですけど、個人的な希望ではありますが、できればこの作品で来年のアカデミー賞アニメーション部門ノミネートしてほしいです。これだけ努力して積み上げた作品なわけですから、なんとしてでも報われてほしい所存でございます。感想は以上になります。よかったらあなたの感想もコメント欄にお聞かせください。この動画が面白かったという方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。